平平山山幸幸子子所属の平山幸子です、えー、今日は自動車に使われているプラスチックについて伺っていきたいなと思ってますけれども、その前にあの先日、ゼロカーボンドライブのキャンペーンで、あの環境省にあの未来をはじめとしたプラグインハイブリッド車とか、あの電動 どう EV カーですかなど小泉大臣視察をされたと聞きましたあのまずはその所感どうだったか次世代型の自動車を見た感想などを教えていただきたいと思います小泉環境大臣ありがとうございますあの先日全部で13社集まっていただきまして日本のトヨタさん日産さんホンダさん松田さんとか三菱さんとかもちろんですけど外,外国のメーカーも含めて あれだけ13台の EV、FCV、プラグイン集まりますと、よく世の中で言われている、まだまだラインナップがバラエティーがないよねと、これは相当変わったなと思いましたね。で、これからさらにあのフルラインナップで EV とかをやっていきますっていうメーカーももうありますので、多くの方に選択肢の一つとして、確実に射程に入ってくる時代になったと、われわれの補助金も、そういったところの、まあ、買いやすい、 こういったところにも近づける後押しができるのではないかと思っています平山君。はいもう私も最近になって、あの私が思っていた以上に、ですねこの車の世界のマーケットの動きというか、変化というのは早いのかなというふうに感じているところでもございます。であの今、我が国では、年間500万台以上の車が新しく登録をされて、逆におよそ300万台が廃棄されている状況になっています。で 廃車となった自動車は、自動車リサイクル法に基づいて再資源化処理が行われますが、その際、使用済み自動車1台からは、平均しておよそ184キロのプラスチックを含むシュレッダーダストが発生するということです。で現在、自動車リサイクル制度の評価、検討が行われている、中央環境審議会および産業構造審議会の合同会議では、 海外のプラスチックスの,の輸入規制による処理能力の逼迫などから、シュレッダーダストの再資源化施設の拡充ですとか、増強の必要性が指摘されているということです。 でこうした現状に加えて、まあ、今後、電気自動車などへの,この切り替えが進んでいけば、廃車数がやはり例年と比べてもこう増えていってしまうんじゃないかとで、その自動車に使われたプラスチックの適正な処理が行われるのかどうかと心配しているところもあります。そのののの点についいいての環境省の考えままたどううう対応を行うのか伺います松田次長 EV などへの切り替えに伴い、例年と比較して廃棄数が増加するかどうか、これにつきましては非常に大事な観点だと思います。切り替えに伴う車が中古車として国内外で再度流通すること、あるいは今後、シェアリングなどの普及に伴い、1人当たりの自動車保有台数が低下する可能性、こういったことも考慮して、 この先10年、15年、廃車台数がどう変化していくか、見極めることが必要だと考えております。なお、これまで国内では、えーま、だガソリン車からハイブリッド車への切り替えが進んできたわけでございますけれども、平成24年度以降は、えー、大体年間310万台から340万台程度という形で、廃車台数はおおむねこの安定的な推移になっております。ご指摘の審議会の取りまとめ案におきましては、 シュレッターダストの円滑な再資源化のためには、その量の削減がそもそも大事だというふうに指摘をされておりまして、そのために解体・破砕段階におけるプラスチックやガラスなどの素材の回収を促進するべきという方向性が示されております。 これを受けまして、私ども取り組んでいくわけですけれども、これまでもです、ね、公益財団法人自動車リサイクル高度化財団、こういったところが自動車メーカーのバックアップも受けまして、シュレッダーダスト自体を減らすために、プラスチック、ガラスの回収リサイクル、これをシュレッダーダストになる前にです、ね、行うと、取り外してリサイクルするという実証事業に取り組んできております。今後はこのの実証事業の段階からビジネス 段階に進めていけるように、プラスチックやガラスなどの回収リサイクルに取り組む解体業者、こういった方々へのインセンティブの導入、そういう仕組みについて、検討してまいりたいと思っております平山君。はいあのー まあ特にですね地方はまだまだ車社会でありまして、まあ、私と周りの方々にも、日々、車を利用している方にお話を伺うと、その車の利用について、やっぱり数年おきに車を買い替えるという方も多いんですね、でその理由を聞きますと、やはりこの税制にもあるというお話がありまして、で我が国の税制では、自動車の初年度登録から13年以上経過した車は、自動車税と自動車重量税が増税と。 なりますで、まあ、確かにあの古い車、燃費が悪いので、この自動車税増えるというのはまあ、理解はできます、でもですねやっぱり1台こう長く乗って、そのカーライフを通じて出るであろう、この大量のプラスチックが抑えられるのであれば、それもまたエコなのかなと、私も考えているところでもあります。 新法では、消費者の責務として、このプラスチック使用製品をなるべく長期間使うことなどによって、廃棄物の排出を抑制するよう努めることと規定しています。まあ、そのためにも、その責務を果たせるようにするためにも、長期間にわたって自動車を使用した場合には、例えばあの自動車取得税であったり、自動車リサイクル量が廃車時に還付されるなどといった検討、それから視点もあってもいいんじゃないかなと考えるんですが、 これについてはどううでしょうか松田次長自動車の平均使用年数でございますけれども、自動車の長寿命化、これはあの製品の性能が非常に良くなったということではないかと思いますが、その効果によりまして、毎年伸びております。この15年間で平均使用年数は11.4年から15.6年というふうに、大体15年ぐらい、自動車使うという形に現在なっております。 一方で、2050年カーボンニュートラル、これはの自動車のライフサイクル全体でカーボンニュートラルを達成するというようなことも含めて、2050年カーボンニュートラルを目指していくわけですけれども、それを考えますと、スピーディーに電動化、これを進める必要もございます。一方で長期利用用による使用済み自動車のの発生抑制とのバランスも 考慮すする必要がございます両者のバランスをとって適切な時期で電動車への切り替えを進めていくということが大事なんではないかというふうに私ども考えております。でまた審議会の取りまとめ案では、ケースと c a s e と言われますあの自動車の世界での大きな大転換、こういうもので電動化の推進、車の使い方自体が変化する、あるいは現在の 市場を活用したリサイクル市場を活用した自動車リサイクルにも大きな変化が生じる可能性があるということが指摘されております。国内外におけるこうした自動車自体の変革これによる自動車リサイクルへの影響を十分把握していくべきだというふうに指摘されております。こういった変化も注視しつつしっかりと対応できるようにしていきたいと思っております。平山君。 はいあの、まあ、変化の時ということでありますので、やっぱりしっかりと地域ですとか事業者にも周知ということが大切になってくるのかなということも思います。あのまあ、大臣は日頃からあのサーキュラーエコノミーの,この実現には、水平リサイクルが重要であって、まあ、先日の委員会でも、車から車へというこの水平リサイクルもこれから重要になってくるというお話もありました。 あのただです、ね、シュレッダーダストの再資源化状況を見ますと、令和元年度、重量実績ベースの内訳で、熱回収が68.1%、マテリアルリサイクルが行われているプラスチックなどは、全体の0.4%に過ぎないという現状があります。 で中央環境審議会および産業構造審議会の合同会議のヒアリングにおいて、日本鉄リサイクル工業会が提出した資料を見ますと、まあ、国際的なサーキュラーエコノミーの政策トレンドは、あのマテリアルリサイクル優先化の流れが主流であって、このシュレッダーダストの処理がサーマルリサイクル中心に考えられている、まあ、現在の自動車リサイクル法は、その流れに対応できていないなどとされています。 こうした現状や意見をどのように認識しているのか、またあの新法による環境配慮設計ですとか、製造事業者などへの対策は、シュレッダーダスト、特にプラスチックのリサイクルに対して、どのような効果が期待できると考えていらっしゃるか、伺います。松田次長 先生ご指摘のとおり、自動車リサイクルの過程でのです、ね、破壊した後の残渣シュレッダーダスト、これは約7割が熱回収されております。ご紹介いただきました市議会の取りまとめ案におけますその指摘ですね、これに応えて、マテリアルリサイクルというのを進めていく必要があると考えております。こうしたシュレッダーダストに含まれておりますのは、 大部分がプララススチックあるいいはガラスでございますこういうものについて、解体・破砕の工程、つまりシュレッダーダストになる前の段階で、前工程で回収すれば、マテリアルリサイクル、リサイクルの質を高めて、資源としても有効利用することができるというふうに提言で指摘されております。でこれを受けまして、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、えーあの 自動車リサイクル高度化財団で取り組んでいる実証事業、さらにこれを進めて、解体業者がリサイクルに取り組むプラスチック、ガラスをです、ね、シュレッダーになる前に、解体業者段階で,です、ね、外してリサイクルしていただく、そのためのインセンティブを与える仕組み、これを制度設計をしていくことという提言がされておりますので、その具体化を進めてまいりたいと思います。併せままししてて今回の法案におきましては プラスチックについて、環境配慮設計の指針を策定するということにしておりますので、解体しやすい設計ですとか、リ,アリサイクルしやすい環境配慮設計について、製造事業者が取り組むことを流してまいります。自動車リサイクル制度での施策と、本法案による、措置この両方を合わせて自動車リサイクル分野での環境配慮設計やマテリアルリサイクル促進してまいりたいと考えております。平山君。 はい、いありがとうございます。まあ、商品やサービスの原料調達からまあリサイクルまでの一連の工程で発生するこの環境負荷を総合的に評価するライフサイクルアセスメントという手法がありますが、この中で、マツダ社がこの手法を用いて行った電動車とガソリン車の環境負荷に関する算出結果、これを見てみますと、日本の場合は、 走行距離が11.5万キロまでは、ガソリン、ディーゼル車の方が CO2 の排出量、少ないという結果になったものの、それ以降、16万キロまでは EV の方が少なくなるという結果が出ています。要は長い距離 乗らなければ、もちろん各社それぞれの考え方があって、一概には言えないとは思うんですけれども、環境のために行っていることが、実は逆の結果になることもありうるということで、やはりここを考えても、1台の車を大切に長く乗る続けるということもまた一つ、大切なのかなというふうに考えます。 ただ現状、10年以上大切に乗ろうと思ってもです、ねえー、純正部品の供給、この車の生産終了から10年ほどで終えてしまいますから、その前にやはり買い替えを選択するという人がどうしても出てきてしまうということになります。 まあこれまでのこうした買い替えの習慣であったりとか、まあ、環境なのか、経済なのかメ、メーカー側の意向もあるかもしれないということ、まあ、そういうことを総合的に考えつつ、方向性を定めていくということは難しい部分も、中にはあるかもしれませんが、私たちの暮らしと車の在り方、これからどうするのかとか、えー、目指す地球環境はどうなのかということを、企業ですとか消費者にしっかりと示していく必要があると思いますが、大臣の考え、教えてください。 小泉環境大臣今、平山先生からライフサイクルアセスメントで話ありましたが、これも結局は、その自動車会社が工場で使っている電力が再エネかどうか、そしてまた EV とかを買った消費者が自宅の電力契約を再エネにしているかどうか、そういった全体のことを考えれば、やはり何よりもまず再エネを導入することが大事だろうと。で我々も環境省の補助金は 再エネを調達をしてくれた場合に EV、FCV などの補助金を倍にするこの再エネと EV、FCV セットでやってるのはまさにそういう思いなんですねなのであのどこがライフサイクルアセスメントをやるかによってどっちが有利かって時に変わることがあるんですけど、えーまあ、世界の国際エネルギー機関 IEA はすでに2020年に、まあ、ガソリン車とディーゼル車と比較をした場合は EV プラグインハイブリッドそして FCV 電動車が排出量が小さい、こういったことも出していますので、まあ、トヨタのトヨタ業社長が、再エネを導入できなければ、日本の雇用100万人が脅かされかねないという発言をされている通りですね、やはり再エネをどこまで入れていくかということが、結局のところ大事であろうと考えています。でまた自動車も、まさに消費者の何年乗るかとか、その買い替えのサイクルとか、また自動車に対する向き合い方っていうのは、 今本当に激変していると思います我々も EVFCV を推している中であなたは EVFCV をこの補助金が下がったら買おうと思いますかっていうアンケートをやった時に多くの答え若者特にいや車自体買いませんっていうもうそういう車が当たり前でないそれで車は別に買わなくてもシェアでいいそしてデータも見れば。 自動動車はいいている時間よりも圧倒的に使っていないいな時間が多いでそういったことも分かってますので、まあ、今後今我々が考える以上にもう自動車っていうものが移動の手段っていうことだけにならない、えー、そういう時代に入る中で我々としては動く蓄電池としても EVFCV を捉えているので補助金として再エネとセットで社会を自動車の まあ存在をどういう位置づけるかはまた動き変わると思いますけど。えー、しっかりと後押しをして参りたいと変化に対応できるようにしていきたいと思います。平山君。はい、あのまあいろんな考え方があると思いますし、社会はどんどん変化しているんだと思います。まあコンバート E. V. とか、そういう車とゥー車とか、まあいろんな考え方がこれから進んでいくと思いますので、しっかりと。あの。 注視して、これからどういうふうに変えていくのかということも考え続けたいなと思っています。まあ、目に見える形で示していくという点では。あの、お配りした資料をご覧いただきたいんですが。 あの環境白書では、毎年度、我が国における物質フローを掲載して、循環基本計画に定める物質フローの入り口、循環、出口に関する指標との対比が解説されていまして、これ、とても分かりやすいなと思って見ておりました。この物質フローは廃棄物全体に関するものですが、このプラスチックバージョンですね、プラスチックに関するものがあれば、より分かりやすいんじゃないかと考えたんですが、これについてはどうでしょうか。 松田次長プラスチック資源循環の現状や各主体の取り組み状況、こういったことの、えー、ファクト、えー、事実を国民の皆,皆様に発信していくことは非常に大事だと思います。先生ご提案いたただきました、えー、現在はその 物質全体でのフローズになっておりますけどこれをプラスチック版にしたらどうかというご指摘、大変参考になるんじゃないかと思います。消費者に分かりやすい形での情報発信の在り方については、法案が成立した暁にです、ね、引き続き検討して、ぜひいいものを考えていきたいと思います。平山君 はい、前向きな検討ありがとうございます。で、最後に環境省の広報のあり方について伺わせていただきます。まあ、今国会でこの新法ですとかま温、あ、帯法とかまあ、国民の理解や協力がより重要となりますから、今まで以上に積極的に、また戦略的に環境政策を訴えていかなくてはならないと考えています。で、環境省の組織を見ますと、平成28年度までは政策評価広報課が大臣官房に置かれていましたが、まあ、現在では。 政策評価広報課は廃止されて、総務課に広報室が置かれているようです。以前の政策評価広報課では 環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案も行われていましたが、まあ、この広報活動に得られた、えー、国民からの意見や反応を、政策の企画や立案に生かすということは大変重要と考えています。で、こうした事務は、今は、えー、企画評価、政策プロモーション室に移管されたものと思いますが、えー、現状の組織体制、それから予算については十分だと考えていらっしゃるかどうか、伺わせていただきます。 田大臣官房長お答えいたします今、ご審議いただいております、プラスチック資源循環促進法案をはじめといたしまして、環境政策はあのいずれも国民生活や地域社会に密接に関連してございます。従いまして、具体的に施策を推進するという上では、国民の皆様からのご理,解ご,理ご理解、ご協力をいただくことが必要と、そのためには広報活動が重要と、これも委員ご指摘のとおりでございます。 その上でお尋ねがございました、広報関係の組織体制、予算についてでございますが、まず予算につきましては、これは各施策を担当いたします部局において、必要な予算を確保してきているところでございます。その上で重要と今考えてございますとは、環境省全体といたしまして、連携の取れた戦略的な候補を実現していくということでございます。このため、昨年よりあの体制といたしまして、部局横断的に構成をいたします広報ユニットというものを設置してございます。 質問の中でお話でございました広報室及び企画評価政策プロモーション室は、ともにこの広報ユニットの運営の中核を担ってございますあの。各施策を担当いたします各部局との連絡調整でございます。こういったことをはじめといたしまして、戦略的な広報の推進に向けて今協力して取り組んでいるところでございます。 また一つの,あの効果的な候補の例といたしまして、これ新たな取り組みといたしましては、昨年10月からでございますが、環境省の施策につきまして、理解と共感を広げていくとために、この思いを同じくいたしまして、高い情報発信力を有する方々を、サステナビリティ候補大使に任命することでございます。現在、5名の方を任命いたしておりまして、効活動にご協力をいただいてございます。今後とも環境省の施策に関する候補の必要性とものを踏まえながら、各施策につきまして、 候補が戦略的効果的なものになるよう引き続き努めてまいります。平山君。はい。あのまあ本当に社会が大きく変わっていく時でございますので、地方とか事業者が取り残されないように丁寧に進めていただきたいなということをお願いをして終わらせていただきます。ありがとうございました。他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。 別にご意見もないようですからこれより直ちに採決に入りますプラスチックにかかる資源循環の促進等に関する法律案に賛成の方の挙手をお願います全会一致と認めますよって法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際徳永君から発言を求められておりますのでこれを許します徳永